カスヤヨシゾウカスヤヨシゾ昭和5年5月4日は、明治から昭和期の政治家。号は、築道。武蔵区にいるまぐじ藤沢村の地主、橋本洋作の長男として生まれる。明治12年に上京して、漢学と洋学を治め、一時川越にあった、軍役所の初期となるが、明治19年にアメリカに留学、サンフランシスコで一時法事新聞社に勤めた後、 ミシガン大学に入学、明治23年に法学士を得て帰国して自由新聞の出筆となる。翌年2月、同じ入間軍と洋課長の加須ヤ・介の養子となり、翌月兄呼ぶとの後を相続。明治25年に埼玉県会議員に当選して県会副議長を務め、明治31年の第5回衆議院議員総選挙に埼玉県、 第2区から自由党候補として出馬して初当選、囲碁県政会、立憲政友会に移りながら、通算10回当選を果たした。入閣こそなかったものの、党の要職を歴任、大正9年に衆議院副議長、ついで大正12年に衆議院議長に就任した。名議長として定評があったが、昭和2年の金融強行の影響で、第52回議会が、 混乱状態となり、隕石辞任した。また、大木町や銀行と踊り始め、蓬来生命保険や武蔵野鉄道、クロス銀行、東場鉄道の役員を務めるなど、実業界でも名を残した。昭和5年、東京にて死去。墓所は、入間市の長泉寺。ありがとうございます。